武田邦彦も、平塚正幸も、新型コロナウイルスのこと分かっちゃったって。知っちゃったんだって。 はい、えー、大審議会の大浅大志です。本日、令和2年の4月20日月曜日、拓田邦彦も平塚正幸も新型コロナが基地だというなら、東京大学一科学研究所に電話し、今死にかけている人をどうか救ってやってくださいというタイトルでお送りします。お願いします。今ね、えー、最後の呼吸をし、ね、 えー、自,自発的にする呼吸をし人工呼吸器に付け替えられた人、えー、いますね明日が来てほしいと思いながら一生懸命ねその人工呼吸器で肺に酸素を取り入れている人いると思いますけど一刻も早くねそういう方々を救ってほしいんですよ もう基地のウイルスなんでしょ武田邦彦も平塚正幸も新型コロナウイルスはただの風邪でありもう知っていると、えー。1月頃は未知のウイル,ウイルスだったけど今4月になって基地のウイルスですと、えー。自粛なんてしない方がいいと。自粛するとむしろ、えー、感染が広まると。でね。あのー 今,今こそそれは大衆分断だから結束すべきだと、集、え、会、ー、だと、クラスターライブだとう言うんであれば、ウイルスのことを知っちゃってるんでしょだったら、東京医科歯科大学のあ、東京大学医科学研究所の教授の川岡さんに電話してあげてね、そのウイルスの最前線の研究をやっている人、でそこにいる2 30人ぐらいかな。 情熱大陸でやってましたけど、あの、再放送でね、2 3 0人ぐらい夜も寝ずにね、こう一生懸命研究してる人たちいるんでね、まあ、我々の税金を使って、一生懸命今、うん、解読しようとしてくれてますから、じゃあその税金をね、えー、例えばお医者さんとかそういうところに回していいはずですから、知っちゃったんでしょ武田先生も、国民主権党の平塚正行投手も、知っちゃったんでしょウイルスのこと。だったらそれをですね、教えてあげてくださいよ。 そしたらね、命も救われるし、あなた方二人ヒーローになりますから、武田先生も世界のヒーローになるでしょうし、えー、国民主義党の平塚党首もですね、あのー、政治家になりたいんだったら、それが近道だと思いますよ。基地のウイルスなんでしょいや、ほんとね、もしこれが嘘だったら、本当に犯罪者だと思いますよ。感染症のね、予防に関する法律の第67条の、えー、無期懲役。 無期懲役とかね危ないんじゃないですか罰則ねうん、本当にねミだらに発散させてません大丈夫ですか <laughs> 以上です